このベース何の曲。どうもこんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。前回ですね、新企画としまして、このベース何の曲という企画をですね、試しに第1回目で動画出してみたところ、コメント欄で結構視聴者の皆さんに面白いというふうに言っていただけましたので、調子に乗って2回目のこのベース何の曲をやってみたいと思います。前回の答えはそうです、もう皆さんも速攻で分かってました、ハイパーラブでございます。はい、こうイントロでこう最初あれって思うかもしれないんですけど、途中ねテケテケテンテケテケテンってこう決めの入る部分とかで、やっぱりこう、ああの曲だなと分かりやすいかなというふうに思います。やっぱそういったところで、ギターイントロの曲とかはパッと聞き分からないかもしれないんですけれども、ベースが主旋律を取るような楽曲のイントロとかだと分かりやすいのかなとか思ったりもしてるんですけれども、まあ今回はどんな感じでしょうかということで、この動画の内容はですね、前回と同じで、これから爆竹の曲のベースだけが流れます。ベースだけの演奏が流れますので、ベース音のみで他のヒントは一切ありません。ドラムも入っていないです。クリック音のみ。カチカチとね。クリック音とベース音のみで、どのアルバムの曲かということもわからない状態で、本当にベース音のみで判断していただくという形になります。それでは早速いってみましょう。このベース何の曲。
はい、いかがでしたでしょうか。わかったかな。まあわかりますよね。ふむふむってね、ああそこねみたいなね、ベース音ってあまり気にしてなかったけど聞こえなかった音が聞こえてきたとかね、そういったことがこの企画ではこう発見できるかなというふうに思ってまして、で弾いてる方としましてはですね、普通はねドラムで打ち込んでからベース弾いたりして弾いてみた動画出したりしてるんですけども、これねクリック音のみであの曲を弾いてるんですげえ難しいんですよこれ実は、しかもねこう皆さんに聞いていただいてる音ってこうドラムないしギターも上に被せてないしで、本当にこうベースだけのですね丸裸の状態で聞いていただいてるんで、すごい恥ずかしいんです実は、結構ね緊張感持って弾かないとね、あのクリックずれるんでね、もうすげえ難しいんですよ。なんか真っ裸であの みんなの前に行ってるみたいな感じ、そんな感じです。はい、なんかね例えがちょっとあれですけども、はい、でもねあの爆竹のレコーディングってこう何かのインタビューでおっしゃってたんですけれども、ベースからゆうたさんからレコーディングを開始するらしいですね。普通あのいろんなバンドであのドラムから取って次ベース入れてっていう順番でレコーディングしてったりするんですけれども、爆竹のレコーディングというのはクリックを聞いてゆうたさんがベースからレコーディングするっていう話を何かの本で読んだことがあります。ということで、今回の、このベース何の曲分かりましたら、またコメント欄に回答をしていただくか、まあ、コメント欄に書くのがちょっとという方は、まあ、また自分の中でほくそ笑んでおいてください。またですね、この第3弾もできればいいなと思ってますので、皆様、ご視聴のほどよろしくお願いします。ということで皆さん応援のほどよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かったという方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。かげろうでした。バイバイ。